よ。昨日回収するのを忘れてたから。起きたらやることなくって、死んだ魚みたいになって寝てる元気を見ててもつまらないし。今日も出かけるの？そっか。じゃあ私は本を読んでるね。もっとたくさん人間の世界に行けたらいいな。家は小さな箱みたいに見えたけど、その小さな箱の中には私が全然知らない世界があるんだって分かったの。本当？また一緒に行ける？分かった。私がもうちょっと大人になったら耳と尻尾を隠す妖術が使えるわ。ずっと人間の世界で遊べるね。え、どうして？お金っていうやつ？お金が大事なんだ。あ、でもどうやったらお金がもらえるの？ケン君みたいに？そうなんだ。だからケン君は朝から晩までずっと仕事をしてるんだ。じゃあ私にくれた服もお金で買ったの？たくさんあったからお金いっぱい使ったでしょ。私もお仕事しなきゃ。ケン君のお金を使っちゃったらケン君が欲しいものを買えなくなっちゃう。ケン君、どうしたの？目が疲れたの？寝不足？もしかして私がいるから。うん、私が片付けるから休んで。起きた？体調はどう？良くなった？ごめんなさい。最近私がずっと元君のベッドを使ってたから。私も行きたい。邪魔しないから私も一緒に連れてって。
が心配だから連れて行ってくれないの？ずっと何か考えてるみたい。
そうだよ、ご飯を作る時もぼんやりして何回も火が消えちゃうところだったよ。また寝不足？あの時はそう思ってたけど、今は天子様じゃなくて玄君に作ってあげたいの。できたよ。何見てるの？なんかニヤニヤしてるよ。
そうなの？ケン君は本当にこの仕事が好きなんだね。Thank you.
くん、おかえりなさい。大丈夫、仕事だから仕方ないよ。人間の世界では仕事は大事なことなんだって私分かってるよ。仕事終わった？よかった。じゃあ明日は出かけなくてもいいよね。じゃあ明日の朝はケン君に会えるよね。ケン君怖いよ。朝起きた時ケン君がいないと怖いよ。ある日急にいなくなって戻ってこなくなっちゃったらって想像したら怖いよ。ケン君、人間と玲子は本当にずっと一緒にいられるのかな。天子様が言ってたの、人間と玲子は一緒に生活できないって。私それは間違ってると思ったから、天子様から離れてケン君と一緒にいることにしたの。愛し合っていれば玲子も人間も一緒にいられるって。でも今はなんだか怖い。もし天子様の方が正しかったら私もわからないけど、最近玄君がだんだん私から離れていく気がして、いつかいなくなっちゃうんじゃないかって。ケン君、私と指切りしてくれる？うん、最初に会った時ケン君が教えてくれた人間が約束する時の方法、出して。もしいつかケン君が私と離れたいと思ったら教えてほしい。私も同じ、離れる前に必ず教える。私どうなっちゃうの？ケン君、私どうしちゃったの？ケン君、私たちどうしたらいいの？聞いたことがあるような。あ、そっか、それって天子様の名前だよ。なんでケン君が知ってるの？そうだよ、他に天子様はいないもん。それって
本当に天子様なのかな。もしその先生のことを好きだったなら、どうして最後に離れちゃったんだろう。最近ずっとこのことを調べてたんだね。玄君、私は玄君と一緒にいたいけど、玄君と遊びたいから一緒にいるわけじゃないんだよ。困った時も一緒に頑張って解決したいんだよ。でももし天子様が本当は人間嫌いじゃないなら、私たちを助けてくれるんじゃないかな。明日一緒に天子様のところに行こう。あげられることなんて何もありません。それは自然の法則です。霊子と人間はそれぞれ別の世界に生きる存在、本来安定した関係を築くことはできないのです。あなたたちの現状はただの幻想、一時のものです。方法ならありますよ。あなたがマリへの思いを捨て自分の世界に戻り、二度と霊子に関わらないことです。マリもわがままを言わないでこの人間と別れなさい。私わがままなんて言ってないもん。世の中には思うようにできることとできないことがあります。あなたにもわかるでしょう。でも試してみなきゃわからないでしょ。もう試したでしょ。まだ終わってない。いいえ、もう結果は出ています。どうして諦められないの。私は諦めたくない。最後まで諦めたくない。このまま続けたところで結果が変わるとでも思っているの。もうわがままを言うのはやめなさい。大嫌い。天子様は私の気持ちなんかどうでもいいんだ。私のことも天子様と同じようにしたいだけ。だから大嫌い。マリー、私天子様とは暮らさない。たとえ私のことが見えなくなっても玄君と一緒にいる。私の姿が見えたって天子様は私の気持ちを全然見てくれてない。だから天子様なんて大嫌い。
なさい。私、つい…天子様があんまり頑固だから、腹が立って感情を抑えられなくなっちゃった。私っては本当に役立たず…私たちには時間が…ある日突然、完全に見えなくなっちゃったら…私、怖くてしょうがない…でも、本当に天子様がルリさんなのかな？同じ名前なだけじゃない？でもさっきの天子様の話じゃうまくいくと思えないよ。本当は人間が好きかもしれないなんてそんな感じ全然しなかったもん。天子様は私たちが別れるのを望んでる。その考え方は最初から変わってないし、実際に天子様が望む通りの状況になってる。それだけは間違いないよ。道があるっていうの？ねえ、ケン君が私に新しい服をプレゼントしてくれた日を覚えてる？あの日、私はとっても嬉しくて天子様に服を見せに行ったの。そしたら天子様はすごく怒って、もう人間とは会わないようにって言ったの。そうだよ、天子様は考え方を変えたことがないの。それにもしかしたらこの状況は天子様のせいかもしれない。あくまで想像だけど。でもできないことはないでしょ、天子様の妖術なら。もし本当に天子様の仕業だったら、どうやってやめさせたらいいの？私にもわからない。小さい頃から霊子と人間は交われない、生きる世界が違うからって。今日と同じことをずっと聞かされてた。もしかして天子様と王先生の間で何か誤解があったんじゃないかな。そうじゃないと天子様が急にいなくなるわけないでしょ。わかった。どんな誤解があったとしても二人を合わせれば誤解を解けるんじゃないかな。もう一度人間を受け入れてくれたら、私たちのことも認めてくれるかもしれない。そしたらケン君にかけた妖術もきっと解いてくれるよ。そうだね、一緒に考えよう。いつもこんな遠いところで遊んでるの？
そうだよ。ここは私の秘密基地なの。今日は天子様だけに教えてあげるね。どうかな。天子様も気に入った？ええ、気持ちいいわ。確かにいい秘密基地ね。そう気に入ってもらえたならよかった。あなたが考えていることは分かっていますよ。ええ、じゃありません。あの人間のことを考えているんでしょ。私はあなたたちの邪魔をしたいわけじゃないの。でもどうしてもできないこともあるんです。あなたたちの間にはあまりにも多くの障害がある。そのどれをとってもあなたたちに無限の苦しみを与えるものに違いありません。うん、わかりやすく言えば、犬や猫をどんなに可愛がって親しくしてもずっと一緒にいられるわけじゃないでしょ。私にしたって一生あなたのそばにはいられません。人間と過ごせる時間はもっと短いのですよ。うん、わかった。はあ、私の話など全く聞いていないのでしょう。ちゃんと聞いてるよ。あなた、さっきからずっとキョロキョロして何を探しているの？なんでもないよ。スズメが飛んでるみたい。まったく、子供みたいなんだから。天子様はおとなしすぎるよ。だから長い間この山に住んでるのに、こんなに素敵な場所を私に取られちゃうんだよ。そうね。天子様はずっと神社の中にいるけど、行きたいところはないの？あなたのような若い頃、私もいろんなところへ行ったわよ。本当に？でもそんな話一度も聞いたことないよ。ええ、あまりにも時間が経ちすぎてもう忘れてしまいました。大丈夫だよ。一緒にその場所に行って思い出を探そう。やはりあなたはまだ子供ね。多くのものは時間とともに消えていく。同じ場所に行ったって記憶は戻らないわ。マリは嬉しい時や悲しい時、感情が全て顔に出るのね。本当に可愛い。天子様、何言ってるの？マリ、いつかあなたが大人になるとき、忘れてしまう思い出もあるでしょう。でも、それは悲しいことではないのよ。忘れたことがあるということは、新しい素敵な思い出があるということ。でも、良くない思い出って、忘れた方がいいの？もし天子様が私を嫌いになったら、私のことを忘れられる？そうね。私はあなたを完全に忘れるでしょう。そしてその時、あなたも私のことを忘れているはず。そんなことしたくない。私は天子様を忘れたくない。こういう話はもっと大人になってからしましょう。忘れたくないもん。あら、何かしら？何もないよ。きっとまたスズメだよ。ああ、そうですか。わざとでしょ。何がわざとなの？私が天子様の話を理解できないと思って、わざとスズメの話をしてる。そんなことないわよ。でも確かに今のあなたでは私の言うことは理解できないでしょう。話すべきではありませんでした。
天子様。ああ、そうだ。最近は小鳥を捕まえて遊んでるの？私だって子供じゃないんだから。私から見ればずっと子供ですよ。行きましょう。もう彼の邪魔をしないで。彼ならもう私が見えないのです。あなたも無駄なことはやめなさい。黙って私と来なさい。言わないで。
私のことなんて全部忘れてしまえばよかったのに、どうしてこんなにも自分を苦しめ続けていたの？どうして？関さん。